目の奥が深くって、私が言った言葉を全て受け止めてくれるような、そんな心の広いというか懐の深い方だなというふうに思いました。今まで演劇人生を語ったり、こんなことしてましたとか、こういうことを思っていましたとか、そういうことを考えたり、自分はこれからこういうことをやりたいとか、こうなっていきたいというようなこととか、もちろん黒蜥蜴三島由紀夫さんについても、お話しましたし、あとは、デビッドが今考えている頭の中を少し黒蜥蜴についてちょっとだけこう聞かせていただいたり、どういうふうに作っていくのか本当に未知の領域なので、初めてなので。でもなんか、何でしょう、不安というよりもワクワクしている感じの方がすごく大きくて、デビッドのもとキャスト全員が三島由紀夫と江戸川乱歩の世界をどういうふうに彩るか、また新たに作っていくことができるか、それがもう今楽しみでしょうがないですね。まず冒険活劇の要素もありつつ、その耽美な世界と、またちょっと、目を背けたくなるようなグロい世界が一つになって、でしかも三島由紀夫さんがその戯曲を書いていらっしゃるので、三島さんの流れるような日本語文章がまたそれを彩っている感じがして、とても奥の深い世界だなと思います。いや、もう本当に中谷美紀さんとはなんかすごく今楽しみにしてますね。絶世の美女が目の前に来るのかと思うと 本当にドキドキして何にもできなさそうですけど、私臆病なので ですけども、中谷さんとがどういうお芝居をされるのか、一人芝居拝見したことがあったので、中谷さんの、どういうふうにお芝居作っていくかっていうのも楽しみです。黒トカゲの魅力をぜひお客様にお届けできるように、キャスト、スタッフ一生懸命頑張ってまいりたいと思います。ぜひ皆様、来年の1月楽しみにしていてください。9月30日チケット発売。